はい、ユッキーです。激辛のマニア、ユッキーです。今回はですね、皆さん、こちら、二つをね、早食いしていきたいと思います。ペヤングのもっともっと激辛マックス。いろいろググったところによるとですね、やはり、結構辛いものマニアの人がね、いるサイトとかだと、本当に、まあ、もう某掲示板とかだとですね、某掲示板とかだと、これは詐欺だと。全然ね、激辛ペヤングとね、何も変わんないっていうね、俺と同意見のね、ことで、実に言ってるんですよ。うん。そこがちょっと面白かったですね。だから結局ね、激辛好きな人にはね、全くもって、激辛、ペヤングと、変わんないってことですね、これは。まあ、早食いには好都合か。な、というところですか。早食いをするのには好都合か。では、早速ね、お湯を入れていきまーす。これ、お湯、どうやって入れよう。でかいね、やかんがないんです。でかいやかんがうちにはない。でかいやかんがうちにはない。どこまでが線だかよくわかんない。これ線まで入れたじゃん。はい、
よし、6分経ちました。いいかな。こぼすなよ、こぼすなよ。よし、ということでね、出来上がりました。そして最大の難敵ですが、難関がこの厚さなんですよね。辛さの激辛ペヤングの最難関は辛さなんじゃなくて厚さなんです。この厚さをね、なんとかすれば、まあこれを冷やしちまえばね、余裕なんです。ただ冷やすと、ね、世界大会的にね、ちょっと違法なんで、入れまーす。絶対これ明日、あれだぞ、下痢10回ぐらい。確実に下痢が10回以上、1日に10回下痢いくパターンのやつ。確実に。10回はいく。俺胃腸弱いんでね。胃腸が非常に弱いんで。辛いもの食うと、すぐね、出るんです。医者からもね、一応止められてるんですよ。あんまりね、辛いもんはね、やめた方がいいって言われてはいるんだけど、まあ、たまにはね、たまにはこういうのもいいんじゃないかって。まあ目標は2分2分で4分かな。4分食い目標ですけど、まあ、4分食いぐらいならまあ余裕じゃないかなと思うんですけど、まあとりあえず4分以内で食うのを目標にしたいと。思います。こんなもんかな。それでは、皆さん、いただきます。mm
しゃっくりが。辛いものを食うと、しゃっくり出るんですよね。タイムは4分は切れませんでしたが、5分16秒世界新記録達成。
ということでね、皆さん、世界記録を達成した気分はどうですか、ユッキー選手。ああ、そうですね。ちょっと4分切れなかったんですけど、多分この5分16秒も切れる人間いないと思いますんでね、 YouTuber の中ではね、ボクチン1位余裕なんでね、これ皆さんにね、挑戦状ね、出しますんでね。挑戦状出しますんでね。YouTuber の皆さん、パカってこい、おら。ん？パカってこい。かかってこいよ。ということでね、5分16秒、切る人間いたら、かかってこいよっていうことでした。世界新記録、おめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。